大分県日田市の小野地区では山崩れで川がせき止められてきたいわゆる土砂ダムが決壊する恐れが出ています。上空から井口洋平アナウンサーの中継です。井口さん、お願いします。現在大分県日田市小野地区の上空にいます。画面中央に映っているのが土砂ダムです。画面左上からですね、大きな土砂崩れが発生しまして、その土砂がもともとあった川をせき止めるような形で、現在土砂ダムが形成されています。大きな崖崩れ、土砂崩れが起こっています。その土砂崩れの中腹ではまだ木々が横たわった状態になっていて、いつその次が落ちてきてもおかしくないというような危険な状況です。その下にはご覧のようにですね、土砂と流木とが大量に堆積している状態です。画面左から道路が、県道が伸びているんですけれども、その県道も途中でどこに道が行ってしまったのかわからない状態です。もともとここ川が流れているんですけれども、今画面右側から左側に川流れているように見えますが、これもともとここが川だったのかどうかもわからない状態です。両側土砂が堆積していまして、その土砂ダム形成していた横、わずかに水は流れているんですが、これがもともとここが川だったのかどうか定かではありません。そして土砂によって近くの住宅1階部分、もう破壊されてしまいまして、土砂と一緒に住宅が別の住宅に激突して、破壊されているというような状況がこの土砂ダムの近くで広がっています。そしてこの土砂ダムの近くでは人影も確認できました。カメラで4人の姿が確認できました。今はご覧になれるでしょうかね、ちょっと画面中央、この辺りに、男性がお一人、そしてお子さんの姿も確認できました。人の姿も確認できました。現在大分県日田市小野地区、土砂崩れによって土砂ダムが形成されて、今もなお大きな被害が出ています。